築60年古民家、天井を開けてしまったのが悲劇の始まりでした。なぜか瓦が出てきたり、大量の砂が落ちてきたり。本日はそんな天井をここまで綺麗にするお話です。本日も始まりました。ニートになるために5軒の古民家直して家賃収入を得る森に囲まれた物件。今回は天井から砂が落ちてきたお話です。築60年古民家、そろそろ DIY も終わってきましたので掃除をしようかなと思いまして天井を開けてみました。するとですね、ここからが悲劇の始まりなんですけど、普通屋根裏から出てこないものが出てきたんですよね。なんと瓦です。瓦が屋根裏から出てきました。普通ね、これ、外側についてるものなんで屋根の内側にあるなんてありえないじゃないですか。じゃあ2つも出てきちゃいましたよ。屋根に穴が開いてそっから瓦が落ちてきたのかなとかちょっとねビビりましたけど、そんなこともなく全然雨漏りなんかもありませんでした。はい。で、次に出てきたのがなんと大量の砂なんですよ。屋根裏に大量の砂が入ってました。これがさっき出てきた瓦ですね。はい、こんな感じでね、もう屋根裏にビーチがあるんじゃないかっていうぐらい砂が落ちてくるんですよね。しかもサラッサラの本当にやっぱビーチにあるような砂で、何なんでしょうねこの砂。もうもはやあえて置いているとしか思えないような、そんな量の砂が出てきました。はい、家の中にあっていい量じゃないですよねこれ。いやー、もうちょっとこう終盤に来てこれかーって結構ねげんなりしましたね。うわ、こんな感じですね。屋根裏に入ってほうきで吐き出します。この後ね、屋根裏の様子なんかもお見せしたいと思います。これがね屋根裏なんですけど、いや暗くて見えねえな。本当にね、奥の奥の方まで砂がたんまり入ってて、もう入っても入っても終わんないんですよね。でしかも部屋の中が砂だらけになって、もうマスクないときつかったですね。土壁解体した時のそんな感じに似てましたね。それくらい砂が入ってました。あとね、ゴミなんかもありましたね。一旦ね、全部の砂を出し終えたんですけど、いや、すごいですね、これ。砂浜みたいな感じで。で、これが、はい、古民家の天井です。結構ね、この隙間とかが空いてるんですけど、あ、古民家だとこんな感じですよね。うん。でこの砂何かというと、多分こっち側のこの辺みたいな感じで、もともと土でこの屋根っていうのが止めてあったんだと思うんですよね。でそれがボロ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 落ちてきてここに溜まってたっていう感じかなと思います。はい、今はもうこの屋根吹き替えられてて、全然そんな砂とかは使われてないんですけど、多分そのまあリフォーム前のものですかね。よく古民家 DIY の YouTube なんか見てると天井を落とすときに大量のホコリが落ちてきますよね。多分それらも砂なんじゃないかなと思います。瓦の砂が落ちてくる、これはよくあることみたいですね。左側の床の間の方も天井外してみました。同じように大量に砂が落ちてきて、だこっちの方がひどかったですね。もう見てもらったらわかるかと思うんですけど、なんかもう霞んでますもんね視界が。このままじゃ貸しには出せないですよね。なかなかひどい。このチャンネル初めてご覧になる方はこちらの動画もご覧ください。先ほど開けてしまった天井ですね、あそこに新しい天井を作っていきたいと思います。しっかりね断熱もして、寒くない家にしていきたいと思います。使うのは石膏ボードとグラスウール、こちらですね。グラスウールというのが断熱材でございます。ガラスの繊維がビニール袋に入ってこんな感じですごい圧縮されて販売されてるんですけど、これをしっかり天井裏に隙間なく詰め込んでやればしっかり断熱してくれて、夏は涼しくて冬は暖かい、そんな家になるみたいですね。逆に古民家って隙間風めっちゃ入ってくるんで、夏はまだ良くても冬は寒いんですよね。なのでまあちょっとね、今回張り替えるところだけでもしっかり断熱してやろうかなと思います。こんな感じでね、敷き詰めていきます。最初に開けた床の間じゃない方の天井にも同じように敷き詰めていきます。で中途半端に間が空いちゃったんで、グラスウールを切って、しっかり詰めてやります。グラスウールってガラスの繊維なので、
直接触ってしまうと結構チクチクしたり、あとは吸い込むと危なかったりするんですよね。なのでこういう感じで切るときはしっかり手袋だったり、あとは目に入らないようにゴーグルつけたりマスクつけたりとちゃんと装備しないと危ないんですよね。なんかそんな危なそうなものには見えないですけどね。ただの綿みたいに見えますけど、まあ違うみたいですね。危険なので皆さんお気をつけください。こんな感じでね、今回は養生テープで留めていきました。養生テープでしっかり隙間なくビチッと敷き詰めてやりました。これ少しでも間が空いてたら、まあ、そこから寒い空気だったり熱い空気入ってきて全然断熱の効果なくなっちゃうんで、皆さんここはしっかり塞ぐようにしましょう。まあ、結構グラスウールで余裕を持って塞げるような天井のサイズであれば全然このテープなんていらないんですけど、ちょっと今回ねかなりギリギリだったんでテープで間を塞ぎました。でグラスウール一回開けるともうこれだけ膨張するので保管が大変ですね。買いすぎちゃったなんていう時には結構、気をつけた方がいいですね。保管場所確保しておきましょう。次は石膏ボードをカットしていきます。天井のサイズにカットしていくんですが、これね石膏ボードどうやって切ったらいいんだろうって最初思ったんですけど、これカッターナイフで簡単に切れるみたいですね。2回ぐらいハートしてやれば見てください、こんな感じでパキッと綺麗に割れるんですよね。表面の紙だけ残っているので反対側にして裏返しにしてカットしてあります。そうするとこんな感じで、はい、綺麗にね天井のサイズに収まるようにカットすることができました。特に工具なんて必要なかったですね。木材とは違って施工しやすくていいですね。石膏ボード、まあ、ちょっと重いんですけどね、それが難点なんですが、今回は石膏ボードをビスで留めていきました。だいたいビス15センチ幅ぐらいで、まあ、しっかり留めていきました。特に天井なんでね、石膏ボード落ちてきたら怖いので、短い間隔でビスを打っていきます。最初一人でもいけるかなと思ったんですけど、予想以上にね、石膏ボードが重くて、なかなか一人では無理ですね。ヘルプ呼びました。同じようにもう一つ、床の間じゃない方、最初に開けた方の石膏ボードも止めていきます。頑張って一人で今ね、チャレンジしてるんですけど、めちゃくちゃたわんでますね。ここまでたわんでたんですね。見かねて手伝ってくれましたけど、これ職人さんとかどうしてるんですかね。一人でやってると思うんですけどね。はい、まあ、同じようにどんどんビスを15センチ幅ぐらいで打っていきます。こんな感じでね、天井を作りました。めちゃくちゃ暑いんですよね。ここがマジでサウナぐらい暑くて、いやーきつい、汗が止まんない。3箇所ですね、3箇所張り替えました。こっちもですね。はい、あとはこのちょっとねこう隙間が空いちゃった部分に縦埋めをして最後に壁紙を貼っていきます。はい、それで、終了かな。じゃあ天井のね、パテを埋めていきたいと思います。まあね、こんな感じでね結構隙間が空いちゃったんで、まあ、このままだとね壁紙がさすがに貼れないのでパテで埋めていこうという感じでございます。はい、結構空いちゃいましたね。いやー、ぴったりこの石膏ボードを切るっていうのは難しいですね。無理だな。作ったパテをどんどん埋めていきます。まああれだけね隙間が空いてたんで結構パテもりっと埋めていかないとちゃんと隙間埋まらないですね。この床の間ってめちゃくちゃ暑いんですよね。この時期の床の間とか押し入れって軽く40度超えてますよね。お家でサウナ気分です。はい、この隙間のパテ埋めが完了しました。1箇所ですね、あと2箇所あるんですけど、はい、こんな感じで隙間を埋めました。で、最後にこれを平らに削って、でその上から壁紙を貼っていくという流れになります。はい、他の2箇所の天井もどんどんパテを埋めていきます。他の2箇所もね、同じように隙間めっちゃ空いちゃったんで
しっかりとパテで埋めていきます。パテの技術はね、だいぶ昔よりも上手くなったんで、隙間埋めるのは上手くなりましたね。あとしっかりこれ養生した方がいいですね。せっかく塗った漆喰が汚れちゃうんで。はい、いかがでしょう。もうこれだけでね、前の砂が落ちてくる状態よりはだいぶ清潔感増しましたね。いい感じですね。ただね、ここ点検口とか本来つけなきゃいけないと思うんですよね。何かあった時に天井を覗き込めるようなそんな穴なんですけど、まあ、今回ここの天井特に電気とかも通ってないですし、どっかつながってるわけでもないので、今回塞いじゃいました。万が一もし何かあれば天井壊しちゃうと思います。そうこうしているうちに天井の壁紙貼り始まりました。もうこれもね、以前やったこちらの動画で紹介している天井の壁紙貼りの手順とまんま同じですね。なかなか貼るのは大変なんですけど、これぐらいの大きさだったら全然一人でもできるようになりました。今まで帽子かぶってたんですけど、なんかちょっと後頭部薄くなってる気がしますね。気になっちゃいますね。ここまでまじまじと自分の後頭部見ることないので、なんかちょっとね、悲しくなってきますね。はい、ということで一つ目完成です。いかがでしょう。もう綺麗ですね。真っ白。あの砂が大量に落ちてきたあの状態も思い出せないですよね。これだったら全然人に貸してもいいレベルかなと思います。残り2箇所も天井の壁紙貼っていきます。はい、こちら手伝ってもらってやってるんですけど、やっぱり2人いると楽ですね。全然1人でもなんとかやってきましたけど、なんか人じゃなくて突っ張り棒の中で押さえるっていう人も見たことありますね。順調に進んでこちらの天井も完成しました。それでは以前の様子を見ていきましょう。こちらの天井の穴、砂の地獄へ通じる入り口でございます。これを開けてしまったが最後、天井を張り替えなければいけなくなってしまいました。まずは瓦が出てきました。この瓦はベニヤ板を押さえるためにあえて置いてあったみたいですね。はい、砂が、こんなに砂が落ちてきました。これ家の中にあっていい砂じゃないですよね。絶望ですね。これ見つけた時は天井を張り替えてやりました。いかがでしょう。真っ白。先ほどまでのなんか砂があった天井とは全然違いますよね。もはや新築ですよね。もう光り輝いてますね。やっぱり白にするだけでだいぶなんかこう広い感じがしますよね。開放感があるというか明るい感じになりますよね。白くなるだけで以前の床の間から 1.5 倍ぐらいになったような、そんな雰囲気さえ感じますね。しっかり断熱もしております。グラスウールを敷き詰めました。隙間が開かないようにしっかり敷き詰めております。こちら側の16畳リビングも同じように砂が落ちてきたので塞いでやりました。もうこれで砂が落ちてくることはありません。最初はグラスウールめっちゃ隙間空いたまま施工しようとしてたんですよね。これだと全然ダメでしたね。すっごい風入ってきますもん。これ隙間空いてるから、断熱する際は皆さんもしっかり塞いでください。密封してやってください。あとは掃除だけ。いよいよ全体の総集編でございます。今しばらくお待ちください。